まず、最下位まで1週間ちょっとというところまで来ましたけども、現在のチームのコンディション、いかがでしょうか。先週末に90分の試合も経験して、全員のコンディションも上がってきてますし、求めるプレーの強度であったり、アイデアであったり、というものも回数多く出るようになってきてると思ってます。選手は守備面で非常に手応えがあったというところと、攻撃面で若干まだ課題が残るということをおっしゃってましたけど、その90分を経ていかがでしょうか、監督として手応え。もっともっと上げていきたいと、攻守両面において思ってます。どのあたり具体的に上げていきたいってありますか？守備の部分でいうと、相手からボールを奪うような形をさらに増やしたいですし、押し込まれた時の守備の、より盤石な守備というところを形成したいというところもあります。で、攻撃に関してはチャンスを多く作るというところをさらにトライしたい、あとはその種類の多さというものも含めてやっていきたいと思ってます。もう一つ、この過密日程を戦う中で、やはり選手層の厚さ、を、宮本監督はおっしゃっておられましたけども、そのあたりでアピール成功してるなとか、その新しく出てきた選手とか、監督の目から見ていかがでしょうか。今全員が競争意識高くやってます。本当に選手の、紅白戦の中での選手の激しいぶつかり合いというのもたくさんありますし、それはやっぱりポジションを奪うという強い気持ちの表れもあると思ってますし、やはりその全員に言ってるのはこの連戦の中で出場機会が巡ってくる可能性が高いというところで、全員が準備しておくようにという話は常にしています。約1ヶ月の準備期間というところで、若干短いというふうな感覚もこちらとしてあったんですけども、監督としての手応えとしてはプラン通りに来てるでしょうか。よく言えばもう少し試合をしたいというふうには思いますが、準備期間、それ以前の中断に入る前までの選手たちの積み上げというものもあるので、それをうまく活かしながら、ここまで来れてるんじゃないかなというふうにも思っています。ちょっと話は変わるんですが、19日にプロ野球の方が開幕しまして、そのあたり、監督も選手が試合を終えた後どんなコメントするかとか、そのあたり注目していきたいみたいな感じでおっしゃってました。実際、スポーツニュースとかで映像も見られたかと思うんですけども、あえて日常といいますか、スポーツが戻ってきたっていうふうなところで、実際、開幕、どのように見ておられましたでしょうか。普段、例えばプロ野球なんかをテレビで落としてみるときの音ではない、打球音であったり、互いの声を掛け合う様子とかが伝わってきて、それがサッカーにおいても同じように、起こり得るのかなと思いながら見てましたし、また選手は本当に将来のためにしっかりと、一丸となってプレーしていた、それをファンの人たちに届けたいというような思いは通じてきた。伝わってきたので、そういったものをやはり我々もこれから再開していく中で、同じようにパワーを持って戦う姿というのを見せていければなというふうに思ってます。ありがとうございます。ちょっと質問重複してしまうんですけども、残り1週間ちょっとで、最後どういうふうに、チーム仕上げていきたいか教えてください。最後まで全員の競争意識も高く持ちながら、試合を左右するであろうディテールのところもトレーニングの中で、その状況を出しながらやっていきたいなと、残り時間、そういうふうに思っています。